クッキーです。今回ご紹介する小説はこちらの奇跡の人という一冊です。泣ける素晴らしい一作だったと思います。ぜひ読んでいただきたいんですが、この奇跡の人というタイトルでピンときた方もいるかもしれません。主人公はサリバ・アンという女性、弱視、目が不自由な女性と、そしてもう一人、ケラ・レンという、目が見えず耳も聞こえず喋ることもできないという三重苦の、女の子というこの2人が主人公なわけなんですが、これでお察しがついたでしょうか。ヘレン・ケラーとサリバン先生を、時と場所を変え、日本の青森を舞台に改めて日本人の物語、そしてでオリジナルエピソードを盛り込み、作り直した物語ということで、オリジナルエピソードもやはり非常に面白く、そして感動して泣ける、とっても素晴らしい物語だったと思います。ぜひこれは読んでいただきたい一作でした。May the book be with you.